はい、皆さんどうもこんにちは。リムと申します。本日もよろしくお願いします。はい、本日はただただアディダスとグッチを着ていこうという動画でございます。いや、というのも、先日ね、皆さん多分ご存知のように、グッチとアディダスのコラボの製品が多数発表になって、もう発売してるんですけど、やはりすごい人気で、もうほとんどないんじゃないですかね。特殊に高いもの以外は。だからキャップとか T シャツとか、スニーカーとか、まあ、手に入りやすいものはね、なかなかその、もう在庫がほとんどないような状況なんじゃないかなと思うんですけど、では自身も、ちょっと欲しいなって思ってるものもあったんですけど、やはり購入できず、当チャンネルのね、ボスは何点か購入してましたけど、もう全然、もう自身は繋がることもなく、結局購入するチャンスすらなかったという感じなんです。ただね、予算にやっぱり余裕がある方だったらもうバリバリ買えばいいと思うんですよ。基本的にどのブランドもそうなんですけど、コラボ商品ってもうお金さえあればね、片っ端から買うのがいいって自身は思ってるんですけど、ただ現実的にはまあ自身のようにね、いやそれはなかなかしんどいという方もいらっしゃると思うんですよ。でさらに言うと、これも本当個人的な感覚なんですけど、やはりそのコラボ製品ってその瞬間しか着れないって思ってるんですよ。なので、やはりお金に余裕があって、ポンと買える方は、もうバンバン買ってバンバン着ればいいって思ってるんですけど、そのシーズン関係なく着ていきたいって思った時に、ちょっと間空いちゃうと、個人的にはちょっとこっぱずかしさが出ちゃうんですよね。なので、買えないことを逆手にね、まあ自身は、まあちょっと面白おかしくコーディネートできればいいかなということで、自身の持ってるその、グッチの、通常の製品。まあ、しかも別に今期のものとかじゃなくてアウトレットで購入したものだったり、もう何年も前に購入したものと、最近購入したそれ用にね、アディダス。動画にはさせていただいてるんですけど、まあ、その辺ちょっと、着画を出してなかったんで、着てってみようかなという、くだらない動画なんで、まあ、今からね、何着か着てくんで、興味のある方はぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。それで、今もうすでに、着てるこの一番ドベーシックなアディダスのね T シャツ、これいつ買ったんだろう。さっき袋を開けたらこれが入ってて、どこで買ったかこれ忘れちゃったんだけど、この T シャツだったり、この辺にかかってる T シャツ類、それからベースにしてるのはこのグッチのナイロンのセットアップ、まあ本当は上もあるんで上下でもう本当にグッチとしても着れるんですけど、まああえて上を使わずにこのジャージのパンツ。だこれもね、こんな感じで、セットアップであるんですけど、その下だけ使って、で、もう少し例えば、秋とかになった時は、先日紹介させてもらってるんですけど、このベロアのジャージのパンツとか。まあ、これちょっと今、早いんで、時期的に。これちょっと履かないですけど、とりあえずこの、ナイロンパンツと、この、茶色いジャージと、ちょっと履いて着ていこうかなと思います。まあ、特別コーディネートどうこうって偉そうなこと言うほどのものじゃないんで、まあ、ただただ着ていきますって話なんですけど、一応、このただ T シャツに、このナイロンパンツ、グッチのね。それで、全コーディネート共通で、今素足でいるんですけど、実際履こうと思っているソックスは、この、アウトレットでこれも購入してる、こういうハイソックス。見えようが見えまいが、まあ、アディダスのこういうハイソックスは結構気分じゃないかなって思うんで、これは皆さんにもおすすめしたいです。これアウトレットで両方購入してます。はい。それで、まあ、例えばね、これだとシンプルすぎちゃって、つまらないんで、まあ、こんなグッチのウエストバッグ。いや、こんな感じで全部グッチじゃなくても、まあ、少し小物とか足していけば、雰囲気的には、まあ、なんとかなるんじゃないかなと。まあ、パンツも、こんな感じですごいダボダボなサイズで履いてるんで、まあちょっとね、ストリート感はあるんですけど、こんな感じのものに、まあこれもね、すごい前に買ってるサンバなんですけど、まあ気分的には、そのグッチのね、この間のコラボのように、クラシック系のスニーカーの方が気分だと思うんで、アディダスでもこういうクラシックのものがいいんじゃないかなと思います。はい、先ほどのパンツの、まあ、ちょっとグリーンの、この刺繍のね、T シャツに着替えてみたんですけど、結構このグリーンが自身はすごい気に入ってて、まあこれがね、ことの発端なんですけど、これに合わせて、このアディダスのタバコですね。全身がちょっと
グリーンが多くなるような感じでスタイリングしようかなと思ってこのタバコも購入してます。それでそのちょっとグッチらしさっていうところで少し前に購入したこんな感じのデザインが入ってるミニショルダーとか、まあ、こんなんでもいいかなと思ってます。今回のそのグッチとアディダスのコラボもかなりそのバック系はねたくさん出てるんですけど、まあこういう派手な感じのものでもちょっといいかなと自身は思ってるんで、この辺なんかをちょっと合わせてもいいかなと思ってます。はい、今度ねこの茶色いジャージのパンツ、 T シャツはさっきのままですけど、結構こういうグリーンと茶色とかもすごいクラシックな感じがするんで、こんな感じでも色合わせ的にはいいかなと思ってます。いや、こんなね、結構ね、もうほんと数千円どころか、2000円ぐらいの T シャツで結構楽しめちゃうんで、まあ、あえてね、その数千円の T シャツ買わなくても、結構楽しめるんじゃないかなっていうのが今回のテーマなんですけど、そう、これがね、唯一、アウトレットじゃないアディダスの T シャツ、今季のものなんですけど、これはもうデザインがすごい気に入って、この茶色のジャージのパンツに合わせようと思って購入したものです。まあ、購入の動画はやっぱりこれも上げさせてもらってるんですけど、これに、やっぱりこの、グリーンのアディダスだったり、逆になんか、こうなってくると別にアディダスじゃなくて、このグッチの、スニーカーとか、まあ合わせてもいいのかなと、思ったり、しています。そう、この辺の、定番の、グッチのスニーカーも、まあこんな感じでちょっとジャージとかと合わせればね、また雰囲気的には、あまりこう、普通すぎないというか、感じで使ってもらえるんじゃないかなと思ってます。そう、この T シャツは本当に結構気に入ってるんで、今から着ようかなという感じです。はい、こんな感じで、黄色と茶色も結構クラシックな感じになって、可愛いんじゃないかなと。そう、靴も今回3足だけで、あれしてるんで、まあまあ、そのグッチのパンツがあれば、どなたでもコーディネートしていただけるというか、グッチアディダスコラボが楽しんでいただけるんじゃないかなという感じです。はい。これも、アウトレットかな？あ、違うな。これはオンラインのセールですね。2000円ぐらいかな？やっぱり。はい。まあ、この、LINE の T シャツも今アウトレットになったりもするみたいなんで、オンラインかアウトレットか見ていただくと購入することができます。そう、それで今回のグッチとアディダスのコラボって、本当のコレクションのラインもそうなんですけど、割とその黒ってあんまりないんですよ。ほとんど色物だったり、クラシックな色合わせだったり、例えばテニスがテーマだったりするんで、色合わせ全体的に、まあ、こんな感じで、割とこうクラシックなもの、イメージするような配色のものが多いんですよね。それで、はい。こんな感じで、真っ黒のね、その、イメージで、グッチアディダスでちょっと着てみたんですけど、レディースのこのワイドパンツに、メンズのこのほぼ無地の、ここにちっちゃいワッペンはつくんですけど、ちょっと生地感も特殊な感じの T シャツ。で、キャップウエストバッグはグッチで、先ほどのこのサンバでいいかなと思ってます。はい。こういったその黒を基調にしたスタイリングって今回、多分ないと思うんで、まあこれはもう本当に自身の勝手なオリジナルというかイメージで購入してきたものなんですけど、まあこんな感じのものもありかなと。そう、このキャップも結構気に入ってずっと被ってるやつなんで、ちょっと黒いのもいいなと思って、黒でこれは作ってみました、スタイリングを。はい。ということで、今回はね、セルフグッチアディダスコラボということで、スタイリングと購入品ちょっと紹介しながらお話をさせていただいたんですけど、そう、このチャンネル別にそのハイブランドばっかりがいいって思ってるわけでもないし、古着もだし、まあこういう安いアディダスの商品とかもうまく使って、できるだけね、個人的には、なるべく安上がりにしたいって思ってる方なんで、そう、だからまあまあ、こんな企画もまたできればいいかなと思いますので、ぜひチャンネル登録、グッドボタン押していただけたら、グッドボタンと押していただけたらなと思います。はい。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。